本日極極小僧歌わせていただきます。寒い中ではありますが、ぜひ最後まで楽しんでいってくれたら嬉しいです。それでは最初の曲聴いてください。 Looking for me。僕だこの世界
お付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。一部に引き続きね、二部の本もライブをさせていただいておるんですけれども、はい、グランタラス畜生といえば X ピース、はい、X ピースといえばグランタラス畜生となってもらえるようにね、これから頑張ってまいりますので、はい、ね、グランタラスって名前だけでも覚えて帰ってくれたら嬉しいです。そうわけだね、覚えて帰ってください。みんな知ってるからね、グランテラスね。じゃあ今日さ、みんなここに来るために、うん、なんて検索すんの？グランテラスでしょ。知ってんだよみんな当たり前に。でもグランテラスも、うん、X ピースも誤差じゃん。
え、うん、どういうこと、イン踏んでるみたいなこと、誤差ではないんだよ別に。どっちでもいいかなと思って。違う似てる。じゃあエクスピースって名前間違えられたら嫌でしょ。いや別にいいんだそこは別にいいんだ。いや別にいい。あ、まあよく間違えられますからねスペルとか、はい、エクスプレスとか読んでますからね。あ、この前、うん、なんかこの前うちらがいる前で、はいはい、あのエクスプレスさんって言われてそうだね、なんかね電車になっちゃうからやめてほしい、はい、このイベントだったんですけど、あれ、はい、あれあれ、宇都宮の時に、うん、はい、はい、あの他のね運営さんにエクスプレスさんが今歌ってるからっていう、うちらがいる前で言われて、言われましたね。ちょっとまだ、解明しとく、はい、まだまだ頑張らなきゃなと思いましたんで、つくばエクスプレスって、そう、つくばエクスプレスに解明したらもうダメ、もう中退しすぎてるから、いっぱい消えてる、ね、やめて、はい、ね、はい、はい、ということでね、はい、エクスピースという名前でも覚えていただけたら嬉しいですし、まあね、確かにスペルは難しいので、はい、カタカナでいいです。カタカナでいいです。はい、カタカナでいいですもん、はい。もうね、これは、はい、あのうちらの落ち度、はい、うん、スペルが難しい。造語だしね。うん、難しい。そう。だ、私もだっていまだにあの辞書登録して、えって打ったらエクスピースって出るようにしてるんですけど、そうだから、まあ、ちょっと自信はないかもしれないから、うん、カタカナでねぜひエクスピースとね名前覚えていただいて、はい、まあ、できたらスペルも覚えていただければなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは続いて聞いてください、推薦。
3月17日、越谷にあるサースティーホールにてエクスピース結成10周年を記念したワンマンライブの開催が決定しております。イエーイ。はい、こちらね、はい、いよいよ2ヶ月ちょっと先となったんですけれども、まあ、先ほどね一部を見てくれた方にはおさらいとはなってしまうのですけれども、はいはい、あのここから会場のある越谷までの行き方をしっかり書き起こしてきたので、はい、紹介したいと思います。はいはいはい、まずはここから一番近い下館駅から、はい、あの皆さん茨城の人はみんな知ってるでありますよ、上総線、はい、砦行きになります。そして寝ないで守山で乗り換えて、はい、寝ないで寝ないでくださいね。はい、でそこであの、はい、さっきも出ましたね、エクスプレスに乗り換えます。これ秋葉原行きですね、はい、でこちらで乗り換えて南流れ山というところで降ります。はい、そしたら武蔵野線府中本、うん、越谷で降りてそこから徒歩3分で会場に着けるということで、はい、結構ねあのね、うん、来てほしいですって言ってもなかなか遠くてっていう人がたくさんいるんですけども、はい、こうやって見たらすぐじゃないですか。そうですね、24時間あって2時間だったら 0.0 度、うん、そう2時間くらい着くからもうこうやってもほぼほぼね、はい、近くのコンビニ行くのとあんま変わんないと思う。誤差だと思うんですよ。あ、ね、好きだね、はい、誤差、まあ、あの電車で行かないです、車で行きますって人もたくさんいると思いますけども、はいはい、まあ、車で行くとねあの100キロということで、はい、100キロってね、はい、100キロどれくらいの距離か分かりますどれぐらいの距離か分かって言って分かってますか、心ちゃんは分かんない。でも近いね、近いでしょ、ね、だってさ数字ってどこまである？1億、1、10、100、1000万、10万、100万、10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 00万
い、ちなみにこちら、はい、日本地図で見ると、はい、今みんながいるのがここ、はい、会場がここ、はい、こんなにも近い、近めちゃめちゃ近いということで、はい、まあもう来るしかないということで、はい、めちゃめちゃ近いので、はい、今ならチケットが物販で3000円で、はいはい、今ならいつもでもいつもいつも今でも今なら今さら今さら今では今から今から今からね、はい、3000円でチケットゲットできますのでね、はい、ぜひこれの通りに乗り換えてもいいですし、はい、ちょっとリッチーさんなんか違う言い方とかもあると思いますけれども、はい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 、ぜひね本当にたくさんの方に来てほしいワンマンとなっておりますのでね、はい、ぜひみんなのね、だから6時間ぐらい奪われちゃうけど、その分楽しいですよ。そうですよ、はい、行きはワンマンワクワクするなって言って、うん、ワンマン見て楽しかったなって思って2時間楽しかったなと思って帰るんだよ。そうですよ。だから人生100年時代のその時間を与えてほしいくらいのワンマンになっておりますから、はい、そうですね。そう、はい、ぜひねチケット3000円で売っておりますので、はい、私たちのねワンマンライブ来てね後悔絶対させませんので遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしました？これ欲しい人いたら売るんで。売るんだ。3000円で。3000円で。じゃあチケット買えほしいわ。はい、ということでね、グランテラス寒い中最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。次が最後の曲になります。最後ね、みんなちょっと寒めなので、はいはい、最後盛り上がっていきましょうか。はい、大丈夫ですか？大丈夫ですか？みなちゃんも盛り上がっていきますか？はい、はい、それでは最後の曲聴いてください。 We are X Miss。 皆さん今日は本当に本当にありがとうございました。 X Miss、 これで最後の曲になります。ラストをみんなで一緒に声出して盛り上がっていきましょう。せーの。
グッズ販売会させていただきます。ツーショットチェキミニアルバムママラブのチケットございますので、ぜひ気軽に遊びに来ていただけると嬉しいです。本日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。それでは以上 X-Piece でした。ありがとうございました。